新型コロナの感染対策として香港当局が2000匹のハムスターを殺処分するよう命じたことがわかりました徹底したゼロコロナを目指す香港で新たに禁止されたのは動物にキスすることをやめてください動物へのキス香港当局は昨日 ペットショップの店員と11匹のハムスターが新型コロナに感染したと発表しました一緒にチンチラやウサギも検査しましたが、陽性はハムスターのみオランダから輸入されたハムスターだとしています陽性反応はすべてハムスターからでした 検査の後、公衆衛生のため全ての動物を人道的に処分します香港当局は市内のペットショップからハムスターなどおよそ2000匹を回収し検査をした後は殺処分すると発表さらに、ハムスターの輸入と販売を禁止し購入した客も強制検査するなど厳しい対応を取りました。 北京オリンピックまであと2週間ほど、神経を尖らせているのでしょうか。先日、こんなこともありました。国外からの物品を通じて、感染した可能性が排除できません。北京市が初めてオミクロン株に感染した女性の件で、女性に届いた国際郵便からオミクロン株が検出されたと発表。 郵便物はカナダからアメリカ、香港を経由して北京へ。これにカナダ側は猛反発。郵便物が汚染されていたとしても、感染するリスクは非常に小さい。さらに専門家も。そんなことが起きるなんて信じられるか。 地元メディアは、カナダと中国の関係悪化が背景にあるとの見方も示しています。各国が神経を尖らせるオミクロン株。現時点で健康な子どもや若者にブースター接種が必要だというデータは全くありません。欧米ではブースター接種の対象を12歳以上に拡大する動きが出ていますが、WHO は、 健康な若者への必要性を示すデータはなく今後、ブースター接種に関する検討会議を開くとしています。